ホーム西大河駅は埼玉県坂戸市大和座森戸にある東武鉄道おぼ線の駅である。駅番号は TJ42、単式ホーム一面一線を有する地上駅。ホーム、駅舎は線路の北側にある自動改札機設。置。2012年度に多機能トイレが新設された。係員が不在となる時間帯がある。その際、切符の生産や問い合わせは、 インターフォンや収札箱での対応となる。かつては当駅の一本松よりに所在する西大化変電所付近に西大化信号所があり、日高市にある日本セメントの埼玉工場まで専用線が伸びていた。2019年度の1日平均乗降人員は3981人である。駅のすぐ東側に鶴ヶ島市との境界があり、日高市との境界も、 駅南線400メートルほどのところにある。駅の西側には、かつて、鎌倉街道上道が通っていた遺構が残っている。町屋展開所、駅から南に約200メートル西大化貨物船は1963年に開業し、西大化信号所で、午後世線と分岐し、日本セメント、埼玉工場内の日高を結んでいた。全線電化である。 東上線の高坂駅から分岐する、高坂郊外側線経由で、秩父工業東松山採掘場の粘土を仕入れ、日本セメント、埼玉工場で生産した製品を、下板橋セメント放送所へ輸送することを目的としていた。東武鉄道所属の ED5000 重電気機関車が、専用線に直接乗り入れていた。東上線の貨物廃止で、バラ車等による、 ダンプカー輸送に切り替わり、1984年に廃止となった。同工場への専用線は、八甲線、川越線駒川駅から分岐するものも存在し、1999年まで使用されていた。廃線後は大部分が道路用地として使われている。ありがとうございます。